バックに戻すことによってそのフットワークって先ほどお話しさせていただいたんですけれども、この部分で伊藤選手がミスを誘えました。アウトです。今長崎さすがだなと思います。伊藤フォアで打ち返す。先ほどまではバックのレシーブ多かったんですが、ここはフォアで対応していきました。1ゲーム目の最初はフォアばかり狙っても長崎選手が待ったということによってこう思い切って攻めることができなくなったのかなって思います。フォアに振っていきましたがオーバーです。ポイント長崎。すごくいいレシーブでしたね。今のこのフォアに振られた時のレシーブですね、はい、ここでやられていたんですが今度はポイントものにしました。今度は伊藤、少し真ん中寄りに立ち位置を変えてのサービスです。またフォアに振っていく伊藤。ポイント伊藤です。ちょうど伊藤選手のバックハンドのいいところに返してしまったので、それがもうちょっとミドルとかにドライブすることができていたらまた変わった展開になって。失礼いたしました。この準々決勝から変わっています。失礼しました。伊藤のサービスから始まります。今の横回転、そして下から回転をかけてるんでしょうか。今はちょっとアップが入ってましたね。今まで長崎選手がついてしまって浮いて打たれてしまいましたね。浮いてしまった。浮くとこの伊藤のスマッシュ気味の強いボールが返ってきます。伊藤選手1ゲーム目よりもすごく足が動いてきましたね。思い切りもより磨きがかかった。相手コートに入りますとサービス打ち直しです。1枚ボールの応酬からラリーに変わってオーバーです。ポイント伊藤。長崎選手サービスがちょっと単調になっていますね。もうちょっとバックに長いサーブを混ぜたりとかして崩していかないと、レシーブできてるっていうことはそれだけもう読めてるっていうことだと思うので、サーブの変化が必要だと思います。またフォアに振られた。伊藤がそのフォアを打ち抜きます。今のボールはバックが表ソフトの右利きの選手が左利きの選手に対して一番自信を持って戦える。コースはほぼ同じ。伊藤がまたバックハンドで返していきます。コースも回転もほとんど同じなの で、 でこの後のバックドライブですね。伊藤のここで決めました。さあ再び長崎のサービス。つなぐ、浮いた、ラリーになる。
ポイント長崎です。今のもサーブそのものは伊藤も踏み込んでいってですね対応していきましたけれども、はい、伊藤選手セブンワンでリードしていた時にフォアのちょっとボンミスをしてからほんのちょっとだけ気が緩んでしまったのかなっていう感じがしますね。長崎3連続ポイントロングサーブ使ってきました。そして取ります。4連続これサーブを長いサーブを使ってきました。今長いサーブ出しましたね。チキタで返していこう。お互いミドルを狙い合って最後は決めます。今のはすごくいいミドルでしたね。いくら卓球台のミドルに打ったところで体がもしフォアとかバックにで伊藤選手すぐに対応してくるので伊藤選手が対応する前に一歩先を読んで変化をしていくっていうことが大事になってくると思います。今もただ伊藤がつないでポイントは伊藤です。今度はフォア前に対して伊藤がバックで返してラリーになって今はちょっとネットがあったのでちょっとラッキーボールというバックでフォアでレシーブすることによって余裕が生まれたのかなっていうふうに思います。回転を変えて完全に空いた方を狙いました。今のはいいボールですね。フォーム的にちょっとフェイントがかかったのでより分かりにくかったと思います。こういう間の取り方も上手ですね。ヒットが入った。長崎取ります。伊藤も粘りましたがネットに当たったボールで回転も変わる中で伊藤も対応していきましたが選手反応が早いですね。こう行き過ぎちゃったのに帰ってまたボールを返す前のゲームのタイミングを変えて伊藤選手がタイミングを変えてそれについていけなかったのでそういった部分の対応も同時にしなきゃいけないなって思います。1回目のラボールからの展開がそれでしたね。ストレートを狙っていました。相手の動きを見るように今のもストレートですね。先はもう踏み込めませんでした。サービスの位置も種類も変えていますね。長崎にポイント入りました。タイムアウトを取って1本取りました。はい、どのような指示を受けたのかがサービスをまた変えてくるのか。またフォア前伊藤バックで対応します。おっと3-4長崎のフォアが空いていましたが2人とも台を目いっぱい使っていますね。お互いにサイドを切り合うボールすごくレベルの高い試合だと思います。サイドラインを横切っていくようなボールです。伊藤がこのバック打点が早い。今のボールですね。ストレートにバックで思い切って打っていきました。高く上げて、いいサーブですね。今のサービスはサービスの高さ上げてそしてスピードを出してきました。伊藤が決めました。第4ゲームも伊藤を取って4-0高校3年生長崎の挑戦を退けまして2年ぶりのチャンピオンへ準決勝進出です。第2ゲームは13秒になりました。